ライカミング百1 4 5 b にライカミング百1 4 5とは、アメリカ合衆国のライカミングエンジンズが開発した、小型航空機向けの水平対向4、気筒クレーレシプロエンジンである。1938年に開発され、1940年代以末まで生産された。原則機のついた号、姉妹記号 -145 についても合わせて記述する。 O-145 は大きく分けて出力の異なる3種類のバージョンが設計された出力 55HP の O-145A 出力 65HP の O-145B 出力 75HP の O-145C である実際に生産された O-145 の大部分は O-145B であり、A バージョンと C バージョンの生産数は少数であった。いずれのバージョンもシリンダーのストローク、ボア、溶石は同じで、B バージョンや C バージョンにおける、出力の向上は圧縮比を増すこと、回転数を上げることによってなされた。キャブレーターにはストロンバーグナイス2、またはナイス 2A。 マーベル MA-2, または MA-2A が使用された。二重添加方式の後期型では、マグネト式添加装置として、シンティラ SF-4L、SN4LN-20、SN4LN-21 SN、スペリオル SMA-4, エディソンスプリットドルフ RMA-4 の、いずれかが2個ずつ使用された。 基本となる O-145A は回転数 2300rpm において出力 55hp を発揮した。重量は165.5ポンドであった。直後に競合するコンチネンタルモータースの O-170 エンジンが改良され、その出力が 65hp2300rpm に向上すると、 ライカミングはこれに対抗して O-145 の出力を向上させた O-145B および C を開発した O-145B は回転数を 2550rpm に上げて最高出力を 65hp とし O-145c では回転数を 3100rpm まで引き上げて最高出力を 75hp とした しかし、余裕のない排気量で無理に、高出力を狙ったために、出力特性はトルクが急変動するなどかなり、神経質なものとなってしまった。g 1 4 5は、減速機を内蔵した、姉妹機で、C 型系列をベースに1938年に、開発された。この減速機の減速比は27時17分で、出力 75HP 時に、 エンジン回転数が 3200rpm、プロペラ回転数が 2013rpm となる設計であった。減速機はエンジン本体の前面にボルトで取り付けられ、合計重量は193ポンドに増加した。スターターやジェネレーターは搭載していない。5-145は減速機関連の不調をたびたび起こしたため、 ユーザーからは信頼性の低いエンジンであるという評判が立った。パイロットがエンジンの取り扱いを誤ると極端に巡航回転数が落ち、減速ギアの真滅を招いたのである。1950年11月2日に1941年8月1日以来生産されていない O-145B1C1。 5-145C1 の形式証明が無効となった。1949年8月24日以降に製造された O-145B2B3C25-145C2C3 の形式証明はその後も有効とされた。ライカミングは O-145 の製造終了後、後継機種として おー -235 を開発した。ありがとうございます。